オッケー。どうも。どうも。オールナイト大阪。一ノ瀬奈々です。龍馬です。セナです。イエーイ。イエイイエイ。本日ラスト。今年最後。そうですね。ちょっともうラストです。今年最後の放送ということで。もう明後日クリスマスですからね。明後日クリスマスやな。寂しいな。寂しいな。寂しいですね。今こたつは思われてますよ。あ、こたつやと思って、うん、汚いダンボール。ダンボールです。ちょっと大きめのダンボールです。今年最後は、ジェンガして。そうなんです。やろうかなと。来年一発目は俺も勝手に決めてて。オープニング。あ、そうや。オープニング。忘れた。オープニング。新年一発目は新春隠し芸大会でしょ。やろうかなともう関係なしで全員お金欲しい子幹部ならんで幹部ならんで、あの七変化やったっけ。あああれですか、うん、おもろかったら笑ってもうたら1000円出すっていう、やば、隠し芸大会しよう。時間的に2人ぐらいしか参加せえへんと。いや、2、3回行こう。2、3人行こう。最悪延長、延長で、延長期間、延長バリあったのめっちゃおもろい。多分 P 入ると思うけど入るでしょうね。入るな。モザイクももしかしたら入るかもしれないです、ね、で、あともう一個は下の子の下の子、お年玉ありの筋トレなるほど、うん、あの腕立てとか腹筋背筋一番のやつ。あ、それいいですね。俺絶対無理や軟弱やん。4種目やって1枚ずつ脱いでいく。最下位が脱ぐとかですか。最下位脱ぐ。野球券って言えない。野球券、あ、逆に1位は賞金の4人入ったらそれ以外全員1枚ずつ脱いでいく。うーわー、3人脱いでいく。だから裸でスクワットの場合もある。ちょっともうフルチンとフルチンもあるよ最悪な、最悪な。放送しかいいなら出しますけどまあいいんちゃう。いいっすかね、生放送やし後で怒られるだけ後で怒られるだけ。ジェンガ、ジェンガやる。まあでもまあ崩したら、ね、何がいいかな。一個は体罰体罰でコピー体罰二人からか、二人からか一発ギャグか、恥ずかしいこと話す一個ぶっちゃけの3つの中で、あ、なんでも、うん、何でもいい。どれがやんか決めました僕はもう負ける気前提俺まだ決めないよ。俺まだ決めない。負ける気前提。負けたくはないですね。よし、やろうか。じゃあいきましょう。とりあえずやっていくか。これサイコロとかあったやんな。あったんすか。最初あったんですよ。少なかったな。そうなんですよ。なんかなくなった。じゃあ赤青黄の順番でいくじゃん。そうっすな。そういう順番ですか。いきましょう。それで、あ、まあええか別に、どれいってもいいや。バリ積み立てたんで最初はグーじゃんけん、はいはい、じゃあ竹馬でな、いきます。倒せ、もう倒せよし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 。うわこれすごいわ。これ1回目触ったやつ確定にするじゃん。そうしましょう。うわそのタイプですか。ちなみに1個俺さっき恥ずかしいこと言っていい。今を鳴らした罰ゲームでいい。よかったですね、音出なくて。うん、マジか。自分で言ったルールに、あ、自分で言ったルールに俺苦しい。怖
こわうーわ地味におもろい。それしながら喋ろうかみんな。そうですね、やっぱお前絶対今座ろうとしてるとこあかんとこやで。マジっすか。絶対あかんとこ。ここや。よし、お前攻めるな。攻めるよ、もうセナ守りはないから。そりゃそうっすよ、うわもうライダースも投げ捨てたし。よし、僕やったら下から2番目の赤とか。そうやねんな、段ボール傾いてんねんな、ちょっと。そうなんですよ、ちょっと怖いですよね。そんなや、僕やったら赤とか1個しかない。これ僕やったらそれ1個。そんなだるま落とし形式無理やろ。うわ、よっしゃ、行きましたね。あ、ちょっと待って、アルチドやから震えるわ。パス。まだ序盤やからないやろ。いや、めっちゃみんな攻めるっすね。あ、サイレント会議の時の机でもよかった。俺でもこの感じが好きっていう。バリ終わった、マジで触っちゃいましたね、今ね。マジで終わった。逆からつくのもあれやつね、はい、一斉に動いてる。そうやねんな、これ長引いたら負けんな。酒井正明風にしょって。テーブルクロスは無理。うわ、めっちゃ怖いこれ。見てやすわ。アルチュじゃないのに震える。くー。あぶねえ。なんか一番上のはあかんな。下から何個目かがあかんねんな。3つ目ぐらいかな、ね、ここまでがわかんのかな。そうっすね。もうそろそろお前も落としてくれると信じてる。いや怖いです、ね、バリ怖いな。うわっ、ちなみに誰が潰すと思う、一発目。頑張って、あかんやつや。もう絶対あかんで、それは。あるんですよこれ。誰が落とす？あ、俺？俺こういうゲーム強いんよ。怖っ。うわ、やばい。あ、いけたかも。そうやろ、バリシュールやろ、今年最後に。やってる方はめっちゃおもろいんだけどな。そう、バリおもろいな。最後まで倒れへんの俺らは望みたい。おら、お前すげえな。よし、おどうしよう、倒れなかった。じゃあ俺ちょっと楽なとこ行こうかな。はぁ、あ、うわぁ、うわ、もうそれあかんやつっすわ。これあかんな。はい、これ完全あかんやつ。倒してほしい。俺まで回ってほしくない。倒し一発逆してくれ。もう罰ゲーム決まってんねん。倒し一発逆してくれ。もう一発逆っすね、もう完全に。いいよ、上とか触っていいよ、別に。え、皆さんそんなチキンな感じでしたの。お、お前やばい。破天荒すぎるやろ。終わるぞこれ。これマジで終わんの。あー、よかった。これどれや。うわ、マジでどれや。マジでどれ。両手あり、これ両手ありっすよね。両手ありっす。マジでどれや、これちゃん。うわ、あー、なるほど。おー、危ねー。やばいなぁ。ちょっと無理やな。おい、くしゃみで倒すな。やめてくれ。行こう行こう。くしゃみバリ怖いよな、これ。黄色って言ってみますわ、ちょっと。よっしゃ。わぁ、もう俺無理ちゃう。成功のやつや。うわ、めっちゃ無理。
新春隠し芸めっちゃ俺楽しみやわあのコットタンみたいに口に牛乳含む、ああいいっすね、拭いたらお金払う、バケツ持って拭いたらそれでいこう。新年一発目は楽しみに。これマジきつい。おっしゃきつっ。おっしゃ、ふぅー、あぶねー。あ、いけるわ。あ、ちょっと待って、これうわ、マジっすか。やばー、もう結構どれだ。バリずるいことしていいじゃん。うわ、なるほど、そういう感じするんですねえ、待った、ちょっともうこの一番下を、一番下チャレンジャーの、もう触ってもうた、うわ、やばい、触ってもうたからなどうしよう、うわ、ほんまに嫌やお前、帽子当たってんね言うなよ、落ちたのに、クソ、うわ、もうこれあかんわ、地味に触った青の方が簡単やったっけ横の青すって言ってたよ。いや、シュッ、おー、幸運やこれあ、もう終わりはこれ、マジで終わるわ、もうよし、負けたくない、負けたくないぞ、これなるほどな、それもう赤やつと、お前だけ躍動感がすごいあ、もうせ、赤やつといけるよ、いや、もうダメですよもうそろそろね、落ちる、つむじがバレてるみたいですよ。あ、ちょっとハゲてきてんね。どれ？うわ、やば。これ意外と CM まで持ちますね、多分。ちょっとこれちょっともう男らしく行こうね。あの、ま、真ん中ですね。シュッ。あー、ずるいなー、それは。あっうわ、やば、ちょっと最後まで逆にクズさん企画、いいね、楽しそう、ジェンガしてジェンガ崩れないっていうね。CM っていい？お、CM やって、とりあえず CM で。
もうバリ揺れてる。うーわもう決まってきますねもう、うん、そうやな、赤やと思うねんな。でしょ、うん、でも青やねんな。くっそー、騙されへんかった。よかった。落ちた衝撃で崩れてる。おっしー、もうだってこの辺ぐらいしかちょっと逆にないもん。風さえ勇気ないですね。もうほんまや。あ、これはダメだ。これダメだわ。ああ、うわ、もう無理やん。奇跡、奇跡やばー。でしょ、絶対無理やん。そろそろもう、龍馬さん…いけた、あぶね。一発ヤグする、あれなんですよ、運命なんですよ、ね、上三段が浮かんねえの。喋りに安定感もないね。俺昔からもう、うわこれもやばいっすよ。僕ってこの赤いくすね。いや、絶対か。え、マジ、これこれアンパやねんけどな、まだ3個目やからな。次のだ、次の回やねん。でさね、うーわこれもどうしよう。もうバリシュール、もう終わるやろ。この赤あんまりない。この赤で、あ、学ぶもないで書いてるけど、学ぶも安定感ないね。いや、いける。うわぁ、うわぁ、ちょっとこれ嘘やろ。奥手めっちゃプルプルしてて。次俺、なんかさっき順番逆回転になったんですよ。あ、ほんまやな。次、リョマさんでしょ。2回やれ、2回やれ、2回やる。はい、リョマさん。うわ、もうこれは結構、もうそうやな。うわ、1個目はそこやな。でも2回ってあれが来たんで、2回リョマさん言ってください。うわやば。ちょっと待て。ちょっと待て。もう積んだでしょ、これは。もう2個しかないっすよ、もう。もう、赤か、ここの赤か、そこの青ぐらいしかないっすよ。ないよな。うん、もうどっちかっすか。赤が好きなんで。うーわ。やば。あれ、でも1、でも、それ、あれじゃするってことは。こっから、こっからやな。いけるってことですね。うん、いいよ。いけるよ。いけよ、いけよ。いい、なんかその、いや、逃げてんなと思ってる。来た。これジェンガってこんな続くもんな。ね、意外と続くもんな。あんませえへんからさ。いや、俺店でやった時5分持たなかったっす。これめっちゃ持ってるっすよ。もう20分ぐらい持ってるんだよ。よしよしよし。え、だから俺黄色か青やろ。そうや、左右くないですね。青にしよう、じゃ。いや、どうせ。そうやねん、今日クリスマスやねんけどな。もうオールは28まで休みなく、クリスマスも営業いたします。もう黄色しかないです。黄色一択よ。うわ、で、これ行ったらまた行けたんですね。そう、え。続くなぁ。ここまで続いて初めて。じゃあもう ここしかない。もうないぞ、ほんまに。もうここ、もうこそこしかない。あ、俺間違えた。間違えた。結構ついてきてる。
うわ、やばい。無理やろ、これは。いや、絶対従業員チキンライス歌って言って親孝行って何か考える歌ですね。あ、よっしゃ、よし初めてここまで着いたっす、僕な、はい、ここまで上がるんですね。よし、森山さん、そこだけですよ。もう黄色オンリーやな。ビビるのやめた。おおやばい、ゴリ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 バレオラオラやそれ営業でもせえよちょっと待って、怖い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 、ちょっと戻ってよ、これやばい、びっくりした、俺もコメント見てる時やった豪快にシュッシュッってお前今頑張った、いけたんや、あれ逆にそうっすね。何行く罰ゲーム。ね、あれでしょ、あのこれはデコピンはダメっすよ、もう逆にここまでこう積んで、それはやっぱね、あ、じゃあチキンライスっていうあれがあるし、チキンライスチキンライスは無理やあれやろ、斎藤のやつやろ、何だっけ、ジャンポケの嫌なやつですか、嫌なやつあれ、とわにしか見えへんの、俺なんで俺曲げてないっちゅうねしかも絶対これ従業員やろ、多分やったら、ゆうたのチキン、ゆうたのチキンライス本名出てるやんか、ゆうた本名の、お前ゆうた本名です。デコピン行くじゃん、恥ずかしい話、恥ずかしい話、ミョンマ大体いけそうやしな、そうっすね、デコピンに行くか、恥ずかしい話聞きたい、だからデコピンしてから恥ずかしい話、それなんすかその二重、なんか長引いたしそれ行きましょう、それ行け、それ行け、デコピン、さあ、いざします、絶対痛いよ、あ、そんなにやったくぅ、ついたんですよ、ゆるくの恥ずかしい話な、恥ずかしい話な今から5年ほど前の話になるんですけども、某道頓堀の漫画喫茶でちょっとムラムラしちゃいましてまあパソコンあるからパソコンで検索して、まあそのムラムラを解消しようと思って、一人遊びな、一人遊びしようと思って、まあ備え付けのティッシュがなかったのでトイレまで行ってトイレットペーパーを1個丸々持ってきたんですよ。で、いざ、まあやってます。まあその時見たのが確か、あ、なんかギャルサー軍団に侵される的なやつなんですけど、一人 1P やのにお前は 1P やのに、はい、相手は大量、相手5人ぐらい、うん、で、あ、いざ果てるってなった時に多分、体勢が悪かったんでしょうね、もたれかかって横になりながらやっとったんですけど、いざ出た時にティッシュをかぶすのを遅れてしまいまして、その当時メガネやったんですけど自分のメガネにバシャッとかかるっていうことがありました。イエーイ、なるほど、ちょっとよかったけどちょっとよかったけどそういうプレイかって言うんですよ、そういうプレイ、逆に分かってたやろ自分であかん、これジェルンが組み立ててももう一ゲームする時間ないもんね、ないっす、ね、めっちゃだって長引いたっすもんね、うん、セルフですねまあ今日クリスマスなんでね、みんな予定あんのかな、でも予定ある人たち見てないか、これそうっすね、あのもし見てる寂しい男性の方がいたらお試しください HP 女性の方も行こうよ、女性の方も飛びようないでしょ、飛びようないでしょクリスマス何するんだろう、俺もなんかホストしてからもホストしかしてないもんね、絶対営業するもんな、やっぱそうなんですね、仕事っすね、
でも昔からそんなどこも行ってないクラブ行くぐらいかな。クリスマスクラブはすごいですね。あんま人だかり嫌いって言ったらクラブ行っとったら話なんないけど何もユニバとか行ってもめっちゃ多いしな。多いですよね。でもユニバ並べるんですかね。やっぱめっちゃ並ぶんですかね。バリ並ぶんちゃう。まあ最悪な。おもうそうそう始めようとすだよ。お前ダッシュで行くだ。ダッシュな。パッパッパッパって。パッて行こうパッて。よし。あ。バリ早いね。あ、ってことは次は一発やるとなりますよ。ほんまやな。うわうわ。めちゃくちゃ荒らすじゃないですか。ディズニー。チケット完売なんや。入られへんやもうディズニーには。両日ってことは一本取れかかってるやつがすごいな。ごめん、俺こういうやつやね。両日またやってもうた。クリスマスディズニーってベタやけど女の子は好きよね多分ね。めっちゃ並ぶやろ。めっちゃ寒いやろな。じゃあディズニーの方があるでしょ。ホテルにあるでしょ。部屋が3つあ、ある。これ無理ちゃう。行ってくださいよ、おとなしく。豪快に。こっちがもう抜いたら1分前。1分前。これ多分理想で言うたら、俺が倒して一発ギャグして終わるのかな。あ、行こう。いい感じです。はい、じゃあ、はい。はい、今さ。一発ギャグ。ちょっと立てて。ちょっと。見えるのあれ、新しい斬新です。いきます。だるまさんがダンシングトゥナイト。まだ時間あったわ。まだ時間あったわ。なんや。イエーイ。今さ、遊んでましたよ。思ったより時間あったんで、ね、結局俺しか負けてない。最初がすごかったんだよね。めっちゃついたんだよ。いやあれは続きすぎよ。LINE ID でモザイクされた。どんまい。じゃあいいや。何アンコールってことじゃ。何じゃ。違うギャグ。アンコールってことのさ。違うギャグ。どういうことなの。違うギャグ。あ、皆さん行きましょう。最後、肘関節と膝関節の関節キスが止まらない。ということでクラブオール2016年オールナイト大阪。生きている感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ。笑っていたろう先まで伝え込んだ仮面をやめ落下に紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で僕らはこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。